どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですね、東京の汐留駅ですね、来ておりまして、本日はですね、とうとうこちらに宿泊します。本日はですね、こちらのコンラッド東京ホテルにですね、一泊ね、お世話になろうと思っております。でですね、今回は、ヒルトンポイントですね、今回6万3000ポイントだったかな、使用してですね、一泊ね、お世話になろうと思っております。ヒルトン系列のね、ホテルには、私ね、まだね、全然滞在してなくて、ダイヤモンドツーダスはね、持ってるんですけども、今回ね、ヒルトン成田、ヒルトン東京、ダブルツリー、那覇で、今回ね、コンラッド東京ということで、今回で4件目ですかね。ダイヤモンドステータスね、せっかく持っておりますので、まあ、どういった感じでね、特典がね、受けれるのかと、こちらね、ラウンジ等々もね、あるということですんで、まあ、どういった感じでね、サービス受けられるのかですね、皆さんにね、シェアしていきたいと思います。でですね、今、午後のね、1時過ぎということで、まだね、チェックインできるかわかんないんですけども、ダイヤモンドステータスね、保有されている方は、ラウンジでね、チェックインできるということですので、ひとまずですね、チェックインだけ行ってみて、ちょっとね、待ちそうだったらですね、ちょっとラウンジでゆっくりしたりですね、ここら辺ね、散策したいと思っております。それではね、早速チェックインしていきたいと思います。ヒルトン系列のホテルはですね、一番上にウォルドーフアストリアがあって、その次に LXR ですね、9月に京都にできますけども、で、その次にね、コンラッドがあるということで、上から3番目ということでね、かなり楽しみにしております。それでは、行きたいと思います。お願いします。はい、平井陽太と申します。陽太さん、はい、ありがとうございます。左手すぐフロントになっております。わかりました、ありがとうございます。荷物預けるとこんな感じでチケットをもらいます。予約してる平井と申しますけども。ありがとうございます。それでは感じで今ね、チェックインしております。でですね、コーヒーか紅茶はね、いただけるということでチェックインを待っております。チェックインできるんですかね。今ね、まだ1時ぐらいなんで、さすがにまだ厳しいかなと思ってるんですけども、どうでしょうね。それではね、無事チェックインすることができました。今ね、1時過ぎぐらいなんですけど、チェックインしていただけましたね。コンラッド東京のルームカードキーですね。では今回3144ということで、どんな客室なんでしょうか。こちら最近珍しいサスケのやつですね。開いた。では行きましょう。開けます。では中に入ってきましたけども、なんかすごそうですね。おー、これはすごい、これすごいですねこれまたスイートルーム多分来ましたね、これ。いやーすごい、いやーこれやばいですね。いや、すごいとやばいしか言ってないですね。ちょっと後でね、客室の名前はね、聞いておきたいと思いますけれども、これはどっかのコーナースイートじゃないですかね、このソファーといい。で、どうしましょうか。とりあえずざっくり中見ましょうか。いやーすごい、あ、こっちがあれになってるんですね、ベッドルームになってると。いやすげえなこれ
いやーすごいですね。ひとまずちょっと一つずつ見ていきましょう。まずこのベッドルームからいきましょうか。今回ね、ベッドは普通にダブルをね希望してたんですけど、ツインだったらっていうことでこの部屋にしていただけたみたいですね。ツインでもいいですかって聞かれて、いいですよって言ったので、多分そうだと思いますね。いやありがたいですね。でコンラットといえばこちらですね、クマさんと、あ、東京2020のやつですかね、これは。でコンラット、コンラットベアってやつですかね。でアヒルさんがいますね、コンラットので。ベッドはですねかなり大きいですね。セミダブルぐらいかな、うん、かなり大きいです。一つでもこのぐらいの大きさになります。いやいいですね。でベッド周り見ていきましょう。で奥にですね、USB とコンセントあります。でこっちに表示、非常灯と水晶ですね。で、こちら反対側行っときましょうか。はい。これどうやってカーテン開けるんだろう、これ。これどうやってカーテン開けるのかな。これもしかして自動かもしれないですね。下手に触るのはやめましょう。よいしょ。違うな。違いますね。それではね、ちょっと景色は後にしまして、こっちにねかなり大きいテレビがあります。ベッドの真向かいにあって、引き出しとか開きますけども、特にね何か入っているわけではなさそうですね。はい。おお、こちら反対のベッドです。まあ先ほどねお見せさせていただいたこちらねあります。でこっちのベッドサイドには時計と電話と、あとこれですね、ウィンドウカーテンとかブラインドとかね、これで開けれるようになったわけですね。ちょっと開けときましょう。開けるを押すとこんな感じで開く感じですね。ちょっと景色見ときますか。まあ、今回ねシティビューということで、ああでもスカイツリー見えてますかね、皆さんに。スカイツリー見えてますね。でこっち側はまあビルビューっていう感じですかね。目の前にもねビルが、これ何のビルなんだろうな、ありますね。ではソファエリアに行きましょう。斜めから見るとこんな感じになってます。いやすごいですねこれ。ソファがねこんな感じであって、で机もねこちらにあります。で反対側にもう一個テレビとねお水とありますね。じゃあちょっとね細かく見ていきましょうか。ここも多分ねどこだろうな、こっちかな、あこれですね。カーテンオープン。いやいいですね、これはいいですね。ちょっと朝ここから開けたいですね。はい。反対側から見るとこんな感じですね。いやーかなり広いな、これかなり広いですね。で、右側にね、このおしゃれなね照明があって、でこのね前にもテーブルがあるっていう感じですね。でこちらに、テーブル、大きいテーブルがあって、ここにね今のコンラッド東京のねサービス変更に関してということで記載がありますね。でこっちですね、テレビがあって、こちらに BOSE のスピーカーと、こちらにお水が2つね、あと急須とコップもありますね。でコーヒーはネスプレッソが置いてあります。でこっちに電話とメモ帳ですね。これは何でしょう、いろんなあれがあるんですね。荷物とかもね送れるようになってたり、レターセットとかもありますね。あとリモコンの説明書とか、ギフト券、あ出た、あれですねこれ、ヒルトングランドバケーションフロア特別デスクあるみたいですね、コンラッド1階に。こちらまだ皆さん受けてない方はぜひ、この前までねハワイのね無料宿泊3日間やってますんでね、ぜひこれもらってきてください。この前羽田空港でねやってた時は無料でハワイね3日間また宿泊券プレゼントやってたみたいなんで、説明聞くだけね無料でいただけます。でこっちがあれですかね、おーこんな感じで、はあちょっとギシギシ言ってますけども、こっちにコーヒーセットとスナックですね。これは全て有料になってます。よいしょ。でこっちに
ケトルとかね、氷入れるやつがあります。あとこっちはミニバーかな、違うかな、これなん、あ、やっぱりミニバーですね。おー、山崎の12年ものとかあるんですね。これはすごい、これはいいですね。なんか記念日とかの滞在にはね、ちょっと開けたいぐらいですけど、いくらするんですかねっていう感じですね。かなり高いと思います。でこのね、横の方にワインとかもね入っております。で一番下には開かないですね、ここは。でこっちに、こちらも有料のね、飲み物が入ってます。こちらお水も多分全部有料なんでね、はい、っていう感じですね。あとは、あ、こういったところにねコンセントとかもあるんですね。それですね、こっち側ね引き出しになってるんですけど、特に何も入ってないですね。それでは水回りですね、お風呂場見ていきましょう。こっちからもですね、こんな感じで見れるんですね。すごい。まあちょっとね、そのままね、窓側についてたりしたらね、また良かったんですけど、まあこれでもかなりすごいですよね。ではお風呂場見ていきましょう。お風呂場の前にですね、通路に、クローゼットがあります。上にね、こちら抱き枕ですかね、あります。でこちらはアイロン台と、でアイロンですね。で下には、ランドリー袋とかね、あ、パジャマもありますね。いや、いい、あ、シューバッグですね、これは失礼しました。でこの下は空ですかね。でこのね、見えないここにですね、コンラッドのスリッパが置いてあります。それではお風呂場に行きましょう。ではお風呂場に来ました。いや、すごいですね。いや、おしゃれだなこれ。はい、ということで、手が洗うところね2つあります。で、石鹸ですね、こちらアメニティがシャンハイタンっていうブランドですね。いや、超高級感のある石鹸ですね。でこちら側にアメニティが置いてあります。いや、すごいですねこれ、すごいですね。まあこちらは歯ブラシ、バスソルト、ボディタオル、いや、こういうね、アルコールウェットシーツとハンドジェルもね、こういったケースで、マスクも入ってますね。いや、すごいですねこれ。おそらくこれはスイートルームサービスだと思うんですけども、まあ、こんな感じでね入ってます。これはバスタオル、ボディタオルですね。でこの中に、あ、ヘアバンドとかね、コットンとかが入っております。あとは綿棒とか、糸ようじとかね、ヘアブラシもこちらに入っていて、こちらはヒゲ剃りですね。でこちらにね、ドライヤーが置いてあります。でこちらがバスタブですね。いや、すごいなこれ、これすごいですね。こう入りながら、まあ外のね遠目の景色が見れるみたいな、まあそんな感じですけど、これはさすがにすごいですね。私もこういったねお風呂は初めてかもしれないですね。で一応ブラインドがね下ろせるようになって、プライバシーは守れるようになってます。でこっち側にね、バスタオルがありまして、でバスローブもねこんな感じで、かなりおしゃれですね。いや、すごい。で反対にもね、バスローブが変わっております。でこちらもね扉になってまして、まあ閉めたらねプライバシーが守れるということで、で下の方に、体重計と、ゴミ箱等々置いてあるっていう感じですね。でこちらはお手洗いですかね。あ、シャワーブースとお手洗いが別になってるんですね。いや、これは素晴らしい。ちょっと声響いちゃうかもしれないんですけども、バスルームはこんな感じになってます。でこちらが可動式のねシャワーになっておりまして、上にね固定式のシャワーも置いてあります。でまあここひねるとね出るやつですね。いや、独立してるのは本当にいいですね。こんな感じになってます。で反対側はお手洗いですね。珍しくトイレにね電話がまだついてますね。これは久しぶりに見ましたね。はい、ということで、まあちゃんとウォシュレット等々もついてますね。ということで今回ですね、コンラッド東京ホテルですね、一泊ね
お世話になります。いやね、多分こちらねコーナースイートだと思うんですけども、いやかなりすごいですね。ヒルトンでダイヤモンドステータス持ってますけども、かなりすごい超絶アップグレードねいただきましたね。まあ今日はですね金曜日ということで、まあ土曜日ではないんでね、まあそれもあるのかもしれないんですけども、いやびっくりしましたね。まあダイヤモンドステータスのね方結構増えてるんで、まあそこまでねアップグレードっていうのは私いただけないかななんて思ってたんですけども、いやありがたい限りですね。ということで今回ねこのコンラッド東京ホテルに一泊ねお世話になります。でですね、サービス自体はですねいろいろね今こんな世の中ということで、レストラン等々はね営業こんな感じの紙でねいただけますので、まあ、もし今後利用される方はですねこちらよくチェックしていただいて利用していただければなと思います。まあ紹介はね今後ねどんどん変わっていくと思いますので、レストラン等々のね話はちょっと割愛させていただきますけども、一応ラウンジはですね今12時から夜の10時まで、営業しているっていう風になりまして、朝食はですね今ねサービス提供を控えているということで、セリーズっていうねレストランで代替で朝食いただけるっていった形になります。でアフタヌーンティーがですね2時から4時までラウンジで利用することができて、イブニングサービスが5時から7時で利用することができます。でですねラウンジ自体は8時まで営業しているということで、5時からね7時までの間にアルコールがね提供されているのではないのかなと思います。でですね週末まあ混み合ってる時はですね基本1時間制っていう風にねこのイブニングタイムですね5時から7時の間は1時間で、入室体質をね、していただくみたいなねそんな説明をチェックインの時にね受けました。でこのホテルはですねチェックイン自体が、28階だったかな26階だったかな、ちょっと詳しく出しておきますけども、そこがチェックインで、まあそこでね名前を言うと、あダイヤモンドステータスの方でしたらラウンジ行ってくださいみたいな感じでラウンジにね案内していただいて、そこでチェックインっていう感じですね。先ほどね軽くお見せしましたけども、ラウンジでねウェルカムドリンクっていうわけではないと思うんですけども、ちょっと待ち時間の間にですね紅茶がねいただけたりするっていった形になります。まあ待ち時間はね本当に5分とか10分ぐらいでね係員の方来てチェックインをねしていただいたっていった形になります。まあ今回ですねこちら金曜日の価格だと2万5000円ぐらいだったんですよね一泊なんですけども、今回私はねヒルトンポイントね6万3000ポイントを利用させていただいて一泊ね宿泊させていただきました。まあちょっとね1ポイントの単価としてはね良くないわけなんですけども、ちょっとね私はこのコンラッド東京っていうホテルがですね、まあ、かなり評判がいいっていうのを聞いてまして、もう昨年からずっと泊まりたいなと思ってましたので、まあ、今回ねちょっとポイントの価値としては悪いんですけども、まあ、宿泊させていただいたっていった形になります。でですね今ね昼の2時半ぐらいになっておりまして、アフタヌーンティーっていうねティータイムがラウンジでね行われているということで、ちょっとねそちら軽くね見ていきたいと思います。それではねちょっとラウンジの方に行きたいと思います。でですね今回ね子供連れでね宿泊させていただくんですけども、コンラッド東京すごいですね。こういったこちらは何でしょうかね、あ子供用のシャンプーですね。すごいですね。で、歯ブラシとか、子供用のパジャマもね、用意していただいて、またこれ可愛いですよね。子供用のスリッパまでね、用意していただけるっていった形になってるんですよね。いや、こういったサービスはですね、ちょっと子供連れにとってはね、かなりありがたいサービスですよね。それではね、ティータイムも出てきました。今ね、ホテルの目の前にいて、こちらもね、正面玄関ということで、正面玄関ね、2つあって、ここがね、ホテルの入り口なんですけども、反対側にもね、もう1個、入り口があります。でここにねこんな感じでコンラッド東京っていうね感じでかなりかっこいいですね。ティータイムはですねそこまで数はないんですけども、まあゆっくりね楽しめるのではないのかなと思いました。スイーツとかもねちょっとではあるんですけども、とてもね美味しかったです。で今ね、3時ぐらいなんで5時からですねまたイブニングカクテルイブニングタイムだったかな、アルコールのね提供があるということで、そこもね、見ていきたいと思います。軽食なんかもね多分ある程度出るのではないのかなと思いますんで、そちらもねお見せできたらなと思います。でこっちの入り口はですね、こんな感じでね車がつけられる風になっておりまして、反対側はですね普通の入り口になっているっていう感じですね。いやねかなり高級感があってね、店員さんもね数人の方がねここで車で来られることはね、対応しているっていう感じになりますね。それはですね、5時までの間ちょっとね客してゆっくりしたいと思います。それではですね今私はここ何通りなんだろうな、
ちょっとね場所はいまいちね、分かんないんですけども、コンラッドがあって、その隣のビルの抜けてくるとですね、こちらの見えますかね、こちらにこのコンラッドのね、看板がありますよね。これをねちょっと今見に来たんですけども、まあ、コンラッドのね看板があるんですけども、まあ、このね後ろのビルが別にホテルっていうわけではなくてですね、その奥にね、ホテルがあるわけなんですけども、まあ、コンラッドのね分かりやすい看板は、まあ、ここにあるっていう感じですね。今ちょっとねホテルの入り口から歩いてここまで来たんですけども、いやかっこいいですね。それでは客室の方にちょっと、ね、戻ってゆっくりしたいと思います。それではですね、今ね夕方の5時になりましたので、ラウンジの方でねイブニングカクテルタイムだったかな、イブニングタイムだったかな、アルコールと軽食ね出るそうなので、そちらもね、見ていきたいと思います。それはですね、イブニングカクテルタイムからね戻ってきました。ちょっとねシャンパン一杯だけで、ね、いただいたんですけども、かなりね酔っ払ってしまいましたね。今ねちょうど日が暮れているぐらいで、客室からも夕焼けがね楽しめるっていった形になります。ちょうどねこのベッドのね向かい側に座るね椅子とか、テーブルとかもねあって、ちょうどこの景色がね楽しめるようになっている感じで、かなりいいですね。ラウンジはですね5時から7時まで今のね、イブニングカクテルタイムっていうのはやっていて、まあ、7時から8時まではねまた普通のね、アルコール等々はね提供はないんですけども、ソフトドリンクとかね、いただけるっていった形になります。ちょっとねこの客室からね見える夕焼けなんかもね楽しみつつ、ゆっくりしたいと思います。おはようございます。今ね朝の4時ぐらいで、あのコンラッド東京のホテルの前のね、まあ、こちら歩道橋みたいなところにいるんですけども、まあ、こんな感じでですね、朝から光り輝いてますね。かなりこれもね綺麗です。まあ、たまたまねこう見つけたんですけども、今ね朝の4時ということで、日がね昇り出してきてですね、ちょっとどんな感じかっていうのを外見に来たんですけども、いや綺麗ですね。空もこんな感じで今から朝になっていくっていう感じですね。でですね、今日朝食が朝のね7時からということで、まだね時間がありますんで、客室の方にね戻ってちょっとゆっくりしてからですね朝食ねいただきたいと思います。それではね今ね朝の8時ぐらいになりまして、これからね朝食に行こうと思うんですけども、こちらのね窓のカーテンなんですけども、これね全部自動なんですよね。ということでちょっとね実際にやりたいと思います。今ね、こちらソファールームにいて、ソファーのね端っこ、ここにねソファーがあって、ここにねあのライトがあって、この隣ですね、ここにねカーテンを閉める切り替えスイッチみたいなのがあって、これをですね下に下げるとこんな感じで、今もレースのカーテンはね、閉まってるんですけども、これでねあのカーテンとレースのカーテンをね、閉めたり上げたりねすることができると。これね入った時ねレースのカーテンがされててですね、開け方分かんなくて、これどうやってやるんだろうなと思ったら全部自動なんですね。では開けてみましょう。
まあ、こういった感じでですね、カーテンが自動でね、利用することができるということで、まあ、あのカーテンがね、あの手動じゃないっていうことだけね、注意しておいていただきたいなと思うんですよね。私ね、必死に手で開けようとしてしまったんで、完全にやってしまいましたね。このリビングルームのね、あのカーテンはこのソファーの隣にあって、ベッドルームのですね、このカーテンを制御するのはベッドの横にね、あのボタンがこれと同じようなのがありますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、これからですね、朝食の方に、向かいたいと思います。朝食はね、今ラウンジがやってなくてセリーズだったかな、レストランで代替ということで、そちらにね行きたいと思います。それではですね、朝食から帰ってきました。朝食はですね、非常に良かったですね。今はですね、ちょっとこちら確認しますけども、本来ですね、こちら朝食はクラブラウンジがね、利用することができるみたいなんですけども、まあ、今はね、こんな状況ということでラウンジを閉鎖して、セリーズっていう名前でしたかね、28階フロントにあるんですね、レストランで提供されております。で、そこのメニューがですね、メインプラスブッフェみたいな感じで提供されているということで、このね、選択できるね、朝食メニューね、非常に美味しかったですね。またね、ロブスターとかね、ちょっと私はね、エビがいただけないんですけども、あのロブスターとかね、そういったロブスターのオムレツとかロブスターの、料理っていったのも楽しめるということで、今回ね、私家族で泊まってますんで、まあ、妻とね、息子がオムレツとロブスターの料理を注文させていただいたんですけども、非常に美味しかったっていうね、感想をいただいております。またね、ブッフェもですね、すごい種類があって、今回ね、私が滞在した時はですね、お刺身とかもあったんですよね。まああったらね、マグロのお刺身だけだったんですけども、まあ、このね、ホテルの朝食のブッフェでね、お刺身が出てる、まあここ東京ですからね、結構ね、驚いたわけなんですけども、かなり美味しかったですね。またね、すごいあのメニュー自体はね、すごい豊富なんですよね。まあね、あの結構ね、朝からがっつり行ける人だったらね、行けるのかなと思うんですけども、洋食も和食もね、かなりメニューがありますし、またフルーツとかサラダとかね、種類も多くて大満足の朝食でしたね。でね、混雑状況なんですけども、ここはね、本当に注意しておきましょう。今日は土曜日の朝ということで、まあ、本来ね、日曜日の朝の方が混み合うと思うんですけども、今日もですね、かなり混雑しておりました。ですので、週末のこの朝食の時間帯ですね、私は8時ぐらいに行ってほとんど待たずにね、入れたんですけども、私が帰る頃はですね、10組以上並んでおりましたので、朝食ね、朝の7時からやっておりますので、できればですね、早めに行かれる方がね、いいかなと思います。ちょっとね、10人以上並ぶってなると、おそらくね、10分以上はね、待たれるかなというふうに思いますので、朝食ね、利用される方はですね、朝7時から朝食ね、やっておりますので、ちょっと早めにね、行かれるようにしていただければなと思います。ということで、本来ですね、私はダイヤモンドステータスでレイトチェックアウトね、希望出せるんですけども、今回ね、ちょっと用事がありまして、こんなね、素晴らしい部屋にね、通していただいて、もったいないわけなんですけども、ちょっとね、用事がありまして、このままね、チェックアウトね、していきたいと思いますので、今ね、朝の9時ぐらいなんですけども、これからね、チェックアウト手続きね、済まして、今回の滞在はね、終わりたいと思います。まあね、本当にこのコンラッド東京ホテルね、初めて宿泊させていただいたんですけども、いや、まさかのね、コーナースイートルームということで、いや、かなりありがたいですね。いや、ダイヤモンドステータスでね、しかも週末、まあ金曜日ですけども、まあある程度ね、お客さんいるのにもかかわらずですね、今回ダイヤモンドステータスの特典でスイートルームね、アップグレードしていただいて、本当にありがたい限りですね。ちょっとね、ヒルトンにはまりそうですね。まあ、前回ね、ヒルトン東京でもね、ジュニアスイート上げていただいたって話も先ほどさせていただきましたけども、ちょっとね、相性がいいのかななんてね、ちょっと思って
ってしまいますよね。最後にですね、もう一個言い忘れてたんですけど、このホテル自体はですね、すごいね、最新のホテルっていうわけではなさそうなんですよね。今回ね、このコーナースイートルームもかなり広くてですね、ありがたいんですけども、すごい新しいかって言われるとそういうわけではありません。そこだけね、押さえといてください。まあこういうテーブルもそうですけども、こういうところもね、全部見るとですね、細かい傷とかね、かなり多いですので、ちょっとね、新しさっていうところはね、ありませんので、すごいね、いいホテルではあるんですけども、まあすごいね、最新鋭のホテルではないので、カードキーとかもですね、今ほとんどのホテルがタッチして、会場みたいなドア開くみたいな感じだと思うんですけども、このホテルね、未だにカードを差し込んでね、鍵が開くっていう感じですので、まあその施設のね、新しさっていうところは、まあ、そんなに感じられないかなっていうふうに思います。まあこの点はですね、覚えておいていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。